名の花、名の花は、日本国有鉄道、国鉄、東日本旅客鉄道、JR 東日本が1986年から1998年まで保有していた、鉄道車両、電車で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。旅客需要の多様化に伴い、1980年代に入ると、 国鉄の各鉄道管理局では和式車両や欧風車両を搭乗させることでその需要に応えていた。国鉄千葉鉄道管理局千葉局においても団体輸送における和式客車の需要が高くなっており他の鉄道管理局から借り入れることで対処していたが輸送要請が当該鉄道管理局と競合した場合の借り入れは困難で 結果的に千葉局管内の需要に満足に応えられない状況が続いていた。このため千葉局独自の和式車両を導入することになったが他局のように客車を導入した場合千葉局管内には客貨車区がすでに存在せず保守が困難となる上千葉と浅草橋の間の国電区間では客車列車の運行が難しいと稀にしてはいた判断されたがこれは 国電区間での集客時に利用者が最寄り駅で乗降できないことを意味し、千葉局間内の鉄道路線は90%が電化されていることから、国鉄発の和式電車を搭乗させることになった。全車両が165系電車より改造されており、改造は大井工場、現東京総合車両センターが担当した。車両全体の相性は公募により、 千葉県の県下である菜の花となった。また、各社の愛称も千葉県内に自生する花の名前を取っている。6両編成であるが、3両ずつに分割しての運行も可能である。全車両がグリーンシャいである。房総半島と沖を流れる黒潮を図案化すると、共に千葉の風土を表現するものを目指した。葉の花の黄色をベースカラーとし、 窓周りと裾には濃いエメラルド色の帯を巻き、車端部では房総半島を図案化した。また、倉庫には青緑1号の帯を入れている。全車両とも、側面の窓は2段窓のままであるが、上段の窓については加工式から固定式に変更した。これは、客室内に雪見障子を設けることで、使用の機会がないと想定したためである。 畳敷き部分は床から 200mm の高さとしたが浮き床二重構造とした上で浮き骨の下に防振ゴムを入れることで振動と騒音の低減を図っている。また、畳の下は夜間運用時に座宅、材素を収納する場所としても活用している。通路は跳ね上げ式の畳によって塞ぐことが可能である。座敷側、通路側ともに 温風暖房装置を設置しているが、座敷側は横吹き出し式、通路側は畳で塞いだ時にも使用できるように上吹き出し、方式としている。各車両とも、便所側にロッカービデオ装置、カラオケ装置を設置した。カラオケ装置に対応するマイクジャックを各車両3カ所に設けている。1号車。 4号車が該当する区波165系の運転台直後の乗降用扉を塞いだ上で物置、茶器棚を設置した。車内は中央通路から片側通路に変更し残りのスペースをすべて畳敷きとした。前後の客室仕切り扉は通路に合わせて移設した。車内は正直か木材部分を白基調としたスキヤ風のイメージとした。 天井の照明装置は、AU13E 型分散式冷房装置、5機搭載の吹き出し口形状に合わせて4等式の蛍光灯を設け、和風イメージの照明カバーを使用した。2号車、5号車が該当する、モハ164型の後くらい側の乗降用扉を塞ぎ、着棚、クーラーボックス、アイスボックスを設置した。洗面所は物置に改造した。 本形式では、終電装置、パンタグラフの取り付け部分が、低屋根構造となっているため、低屋根部分では畳敷きにした場合に、十分な天井高さが確保できない。このため、低屋根部分については、サロン室とし、6人分のソファーを配置し、床にはカーペットを敷いた。このサロン室は天井演室としての利用も、想定しており、照明、換気扇、温風暖房機は、 サロン室単独で使用、調整可能となっているが、乗客用の設備としても使用することは可能。本車両からは、全車両への一斉放送が可能である。車内は白、赤、黒の対比を強調した新和風調とした。天井の照明装置は、AU72 系集中式冷房装置の、ダクト形状横に一等式の蛍光灯を並べ、和風イメージの照明カバーを使用した。 3号車、6号車が該当する。本形式の改造内容は黒165型と同様であるが、運転台側の客室仕切り扉は、主電動機冷却用の風道があるために、通路側へ扉を移設することができない。このため、本形式については仕切り扉位置をそのままとした上で、座敷部分の一部を通路として使用することになったため、 黒165型より定員が4名減少している。車内は濃い茶色を基調とした民芸風のインテリアとした。1986年春より運行開始、電車である強みを活かして客車列車の運行ができない区間への乗り入れも行われ、時には東海旅客鉄道、JR 東海の区間にも乗り入れ、名古屋駅へも入線したことがある。 一貫して、幕張電車区、現、幕張車両センター配置であったが、老朽化と直流区間しか走れなかったことにより、1998年2月に、後継車両である485系、ニューナの罠に置き換えられることに行った。ニューナの罠導入後もしばらく運用に入っていたが、1998年8月28日に、さよなら運転を最後に運用から外れ、 廃車となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。